このサッカー邪魔だけどな。いいな、プレーズラン。うん。こんなもん、どういう、どういう、どういうの？僕はね、すぐね、ここにあの、こうトラック。うん。うまいですね。とか、なんていうの、ハマってくるよね。あいつかも。あ、そうなんですか。黄色い尻尾のあの飛行機、これでね、見つめるやん。ああ。こんな飛行機乗る人いるんだよな。ああ。ああ、プロペラ機だね。プロペラ機。うん。うん、着陸だね。着陸だね。外国から来た。結構広角で撮ってるもんでね、あんまり細かいかもしれんけどね。あー、しょうがないね、そりゃ。こっちも多いな。入り口もそうだけど、そうだ、入り口だあ、それも端へ行くんだ。あ、動いてるね、確かに。ついに動くのか、あれが。あれは次に出るやつだな。あ、もう出そうな感じだよね、あれ。あの、滑走路の向こうの水路の駅ね、ちょうど今向かい風だからさ、これ。ああ。振り向けるの難しい。なるほど。もう出そう。行きたいじゃん、また、ほら、あれが。今度もこの丸の中で京都のあれが入るからな、これ。うん、ね、うん、ほらほらほら。なってきたね。これ、運転手さん見なかったな。見えた？見えなかった。切れたら行った。なかなか見えないよ、このピンポイントじゃね。で、リッツルーのは、そういって、こんなことやって追いつきはうから、多分使っちゃうから。そうだね。で、同じ方法で離着陸しないと。そうだよ。この辺で見る？ああ、そうだね。これが邪魔にならない。ああ、まあ、そうは言って無理だよ、これ。このワイヤーは。あれだ。あれあれ。ちょうどやろ？うん。あれ君のが行くんだから。あれ。あれが行くのね、もう。ルール工業だから LCC だから。LCC。ああ。ロースキャリアポストってさ、いや。
で着陸したんだこれ。ああ。離陸するから、その先頭のやつ。そうだね、これあの離陸の方に下の滑走路沈んでるだろ、うん、だから2番目に行ったのあれ画面広いな、これはなんか、もう降りてきた。さっき向こうで降りてきたんですかね、これ。向こうで。さっきこれ。ああ、もう分からんよ、多すぎてないよ、もう。そうですね。これはすごいやん。ああ。そうだね。さあ、いよいよ自立するの、ほら。うん、早く行ってくれないとね。いや、本当にすごいな、ひっきりなしてない飛行機が。はい、行くぞ、行った行った、来たぞ、ほら絶景時に飛んだだよ。うん、あ、噴火行ったろ、あれは、あの、18日も出てるぞ、100キロぐらい出てるぞ、あれこの辺で、は、上がっちゃうから、ほら、上がるぞ、うん、前は上がった、ほら上がったね、あー、飛んでったね、あー、行ったね、行ったね、うん。
だ行った、うん、向こうはコンテナが見える、うん、ちょっとあのでかいのも見よう。あ、あれも行きそうだね。あれちょっとでかいじゃん。あの、あれも大事だよ。これは知らんよ。これはいけんじゃん。これフィリピンエアだな。そう、出てさ、こう行ったんだよ。あ、多分そうだね。走りね。シンガポールエアランスだった。うん。あ、リフトハンドだからね。ここが。あー。わからんところだな。ほら、またリリクタイスに入って、でかいの行ったよ、ほら。ほんとだね。もう2つぐらいに行くの見たい。ああ、ほんと？じゃあ見る？あと2つぐらい。うん。雨に後ろにくっついちゃってるんだもん、早く行けって言って。まあ、そうだと思うよ。ここは特に飛行機多いからね。ストロー1本だもんな。行っちゃう。降りてくる今少ないんだよ。あれ追い抜いてた。あのでかいのが先に行きますって言うんだよ。いや、小さい飛行機は手前のから入ってくるんだよな。滑走路短く来るから。ああ、そうだね。うん、でかいやつはさ、滑走路の距離必要だから多く行ったんだよ、一番後ろから。出てるさあれね。
もうこの辺で上がらなきゃ海落っこっちゃうよ、これドボンって。遅いぞ、何やってんのこれ。ああ、来た来た、来た。これシンガポール行くやつ、今行ったやつ。この柱は邪魔、本当に嫌になるよ。あ、いいね。あ、いいですね。こっち行くべ。ただの長い動画になっちゃうけど、カットなんかしないような、これ、そのまま乗ってるけどね。3機も4機も映ってる？まあ、やたら映ってるよ。あ、失礼しました。何の動画だか分かんねえよ、これ。飛行機が離着するだけの動画みたいなね、感じになっちゃう。見る人いるのかどうか知らんけどね、こんなのが。ぼんやり眺めてる人がいるかもしれない。つけっぱなしの人。ああ、それはいるかもしれない。だけにさ、あんなに詰まっちゃうもんだな。これで4機だよ、うん。まあ準備が完了したらパン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 行くだろ、そりゃ。電車と一緒だよ、そりゃ。これだから着陸するのあるよ。見える？あ、見える？空。ああ。一機来てるだろう。あ、来てるね。一機降りるんだ。あれ降ろしてからだよ。忙しいな。管制官大変だよ、これミスしたら。あ、ミスしたら辞職もんだろ、これはもう。なんかその一番最後に行ったの鉛筆みたいな飛行機だな、あれ。ほら、来た来た来た。あれちょっと大きいんじゃないかな。あー、ほんとだね。さっきのあの島へ行くやつ、あの国内の和歌山へ行くような、ああ来た来た、プロペラの飛行機に届きたよ。ランドオフだ。着いた。これも LCC だ。エアアジアだ。国内線じゃん。ああ。プロペラのは結構賑やかだな。ああ、いろんなデザインがあっていいな。最初はちょっと広角すぎたかもしれん。どんくらいにとってはよくわかるんだよ、これ。そうだな。じゃあ、これ2、4、6機だよ。うん、しょうがないね。順番待ちすごいと思うよ。あのウストハンドが大きいな、やっぱり。あ、もうあれもすぐ行くね、多分ね、もう。まあ、あれはもう、だってこれその辺でもう浮いちゃってんじゃない？それでもジェット機だからな。あ、点火した。ほら。スピード出てないと離陸できない。はい、150キロ。はい。あ、もう機体を向けて、上向けて。はい。来た。今取れたな。すごい音だな。画面が暗くてよく見えんだよ。周りが明るすぎて。すごい音だと思う。音も聞こえてくるの、うん、近く行ったら耳に潰れちゃうに、うん、
すぐ行く感じだね。ウルフトハンザも進み出したからあれも出るよ。はい、はい、変化ヤブさんって韓国にある。ああ LCC だ。あの2機はすごいわ。でかいもんね、あれは。リフトハンドだ。後ろがシンガポールエア航空だ。わかんない。前と後ろあれ同じ機体かもしれない。すぐ行く感じじゃねえ。もう行く行く行く。あの2機取ったら移動するかね。うん、そうしよう。あれ離陸してからの時間の方が長いから、到着するまで。ああ13時間とかそのくらいで見えてるか。10時間ぐらいと乗るからな。ヨーロッパの上とか行っちゃうじゃないですか。うん、そうそうそう。もう点火したもんが早いな。あ、もう行っちゃう。もう角度変えたらすぐだよ。あれあれちょっと重たいぞ。これやろ、これあの、床が縮んできた。これ、これはちょっと苦しいぞ、上げるにしばらく上がらんぞ。重たいんだよ、本当だよ。ああ、本当だ。ああ、本当だ。ありゃ重たいんだな。この辺に合わせる。着陸、着陸、着陸、着陸。ああ、本当だ。早いな、もう着陸が来るんだ。来たばっかじゃん。出てってばっかだからさ、管制官大変だよ。うん。順番に効率よく回さなきゃいかんもんね。そうそうそう、管制官大変だと思うよ。うん、これなんかちっちゃいな。これセスナ、わからん。鉛筆のような飛行機だぞこれ。そうなの。ちっちゃいよこれ。どっから飛んできただろ。わからんな。そちっちゃいな。うん、まあ、そあれさっき飛んでたのに比べはちっちゃいよね。一番ちっちゃいんじゃないかこれ。
どこだか分からん。それにしては窓がいっぱいついてるけど、何これ。分からんよ、そりゃ。何これ。あ、もうこっち入ってくる。いいよ、入ってきた方がいいよ、もう。飛行の邪魔だから。早いね。中国のやつだ。また来てるじゃん。ああ、これも着陸させてからだな。うん、忙しいね。出ないと滑走路上でぶつかっちまう。滑走路の上にあの飛行機いたらまずいもんな。うん、そりゃね、うまく下ろすに大変だよ。前の輪から下りると車軸折れちゃうからさ、後ろの輪からだから。これも小さいな。どっか島から来たのかな、小さいな。あんまりたくさん乗ってる感じではないね。これプロペラじゃないよな、それでもずっとエンジンなんだ。プロペラか、プロペラだよこれ。ああ、本当だね。操発機だよ。あ、もうすぐ入っちゃうの、すごいね。あの光が見えるんだけど。そうだ。うん。本当？また来てるよ。来た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 。あんたよくわかったな。早いね、来るの感覚が。あんたよくわかったな。うん、あんなのわかった。うん。また着陸したい。早いな。早い。感覚が短すぎて大変だよこれじゃ。こんなにダイヤが密なのか。そうそうそう。時間帯をずらしたいけどさ、入力できんな、あれじゃ。着陸する人たちだってスケジュール通り飛んでこないからさ。そうだね。いや、離陸する方だってずれるわな。うん、だって離陸はすでにずれてるのに射程飛ぶずれるよ、そりゃ。そりゃそうだよ。ちっちゃい飛行機だな、これも。これはこれでやっぱり用事をこなしたい人が何人も乗ってんだからさ。ああ、そりゃそうだよ。ああ、進み出した飛行機。ああ、本当だね。もう動き出すんだ、あっちが。もうあっちはもうルフトハンザ。じゃああれもすぐ動くんだね、こっちも。出る出る出る、うん、早いな。
だけどお客さんに占めるのは松猿という感じだよ。まあそりゃね、さっきと同じ型式の飛行機だ、プロペラだ、うん、あれはすぐぶっ飛んでくる。あ、もう俺もしばらく上がらんぞ、重たくて。まあ大きいもんね。これ点火だ。ほら、出たろ。もうあれで30キロぐらい出てる。もう50キロぐらい。なんかこうして100キロぐらい。もっと早く走らなきゃって、離陸できんのこれ、上がらんよ。じゃあ行くかね。すごいすごいな、だけど、うん、あんなにさ、頻繁に、あれバスで起きるみたいな気分だよ。ターミナル出るまでわずかだけど。なるほど。上がってた。ああ、本当だね。ああ。軽いからさ、どん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 手前で上がっちゃうんだよ。ああ、本当。忙しいね、なんだか。
客さんが降りてきてる。そうか、来たのかな、小さい飛行機だな。これでも結構乗ってると思うよ、あんなんでも。うん、窓もあんなに出さないからさ、座席が1個のまで2個だもんな。うん、20席ぐらいありそうな感じだよ。20席どんどん行けるね。じゃあそろそろ行きたい。